早速ですね、時間になりましたので始めていきたいと思います。皆さん、本日の名古屋講習所館にお越しくださいまして誠にありがとうございます。今からですね、私、デリバー飼育担当の大岸が、このイベントを進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。今日もですね、大手のお客さんですね、来ていただいて、大変嬉しく思いますけれども、まずですね、このイベントを、まず一番最初にですね、必ずちょっと質問していることがありますけれども、今日初めてですね、こちらの白イルカ、ベルーガをご覧になったという方どれぐらいおられますか？あ、今日たくさんいますね。はい、ですね、じゃあ簡単にですね、ちょっと白イルカについてですね、皆さんにですね、紹介していきたいと思いますけども、こちらの、白イルカベルーガなんですけども、もともと住んでいるところは北極周辺の非常に寒いところに住んでいる、そういったですね、イルカクジラの仲間です。日本近海にもですね、北海道の周りに時々現れることもあるんですけどもね、あんまり見られません。まあ、水族館でもですね、名古屋港水族館を含めて、日本全国ではたった5つの、水族館でしかね、展示できないので、なかなかですね、出会える機会の少ないイルカクジラです。で、一番の特徴はご覧のようにですね、体の色、全身真っ白なわけなんですけども、実は生まれた時からですね、ご覧のように白かったわけではないんですね。生まれた時は濃い灰色で生まれていきます。成長するとですね、体の色徐々に白くなっていくわけなんですね。それからですね、ベルガたち北極に住むので、非常に寒さには強いです。そのですね、秘密はこの体型にあります。ちょっとずんぐりとした体型をしていますけども、これ体の周りにたくさんの脂肪をつけているんですね。厚いところでは20センチくらいもあります。この脂肪でもって、体温、熱を逃がさないようにしています。ちなみにですね、ベルガたちの平均的な体温というのはなんと35度前後で、我々よりもちょっと低いぐらいです。その高い体温をですね、保つために、たくさんの脂肪が必要になってくるわけなんですね。それからですね、ベルガたちをご覧になっててですね、他のイルカたち、まあバンドイルカやシャチとはちょっと形が違うなと思われた方多いと思います。背中はですね、背中に大きな三角形の背びれがないんですよね。つるりとした背中を持っています。これなんですけども、ベルガたちの北極、住んでいる北極に関係がありまして、北極という世界はですね、海面に流氷、氷の塊がたくさん浮いている世界なんですね。そういったところにですね、呼吸のために水面に上がっていくとですね、大きな三角形の背びれを持っていますとぶつけて怪我をする可能性があるんですね。ですから、背中に背びれがない形に、進化してきたと言われているわけなんですね。ちょうどですね、映像の方でも手前の方でですね、未来って言うんですけども、背中見せてくれてますけども、つるりとした背中をしていますけども、こういった理由があって背中に背びれがないように進化してきたわけなんですね。こういったですね、ベルガたちなんですけども、名古屋港水族館では全部で6頭のベルガを飼育していますけども、今回のイベントに参加してくれるのは3頭のですね、ベルガが参加してくれます。1頭ずつですね、こちらに呼んで皆様にご挨拶していきたいなと思います。まず最初はですね、名古屋港水族館では一番年上のオスのベルーガホドイをこちらに呼んでみたいと思います。ホドイは推定年齢なんと40歳なんですね。40歳というと、ベルーガの世界では、かなりですね、高齢です。ちょっとですね、おじいちゃんに近いですね。ほんでこっちだよ、そうです。でほどいのですね、この頭の前の方のおでこのように見える部分、この部分とても大きいんですけれども、ベルガたちこの部分、オスがですね、よく発達します。メスもですね、かなり出ているんですけども、オスは特に出ているわけなんですね。それからですね、胸びれの先もちょっと反り返っていますけども、これも成熟したオスとしての特徴なんですね。ほどいだんだん上に上がっていってるけど、今日は何、息吸いすぎたの。はい、上手にですね、挨拶してくれます。これでもね、ほどいですね、挨拶してるんです。ほどいここに来ることしかできないので、
用意してくださいね。はい、上手にですね、挨拶ができました。はい、次はですね、名古屋港水族館生まれの未来がこちらに来てくれます。未来は現在6歳のオスのベルガなんですね。父親は先ほど紹介しましたホドリなんです。ね、こちらよ。はい、上手。はい、上手に気合い首振ることができます。なんとなくまだまだちょっと幼い感じがしますけどね、やんちゃ盛りの、男の子なんですけどね。そうだね、はい、で、母親はですね、タニアというですね、あ、すみません、グレーというですね、母親なんですけど、今ですね、裏の方にいるんで、今こちらにはいないんですけどね。まあ何、息吸いに行ったの？息が足りなかった？そうなんだ。はい、頑張ってくれます。はい、未来です。どうぞよろしくお願いします。はい、ハロー、バイバーイ。はい、未来です。そして最後にですね、紹介しますのは、推定年齢23歳の、メスのベルガのターニャです。ターニャー、ターニャ呼ぶとき必ずあそこの位置で空気を吸ってきます。はい、上手に、してくれましたけども、不思議な魚の食べ方ということで、ちょっと口の中皆さんに見てもらってます。いや、なんかだんだん上がってきてるけど、いい、大丈夫。あんたもちょっと空気吸いすぎたね。はい、さあ、置いて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 、はい、で、ちょっとこの唇のように妙に見える部分ですね。はい、あ、とても柔らかいですよね。はい、こっち、これですね、今日のですね、イベントのポイントとなります。ブル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 。なのでぜひですね、しっかりとこの柔らかいところをですね、覚えてもらいたいんですけど、この部分ですね、筋肉なんですね。筋肉ですけど、まあ、こうやってですね、揺らすことができます。はい、上手ですね。はい、回転、くるくる。はい、こっちを、はい、反対。ガラス面を通してですね、こちらの、動きもですね、しっかりと見えているわけなんですね。はい、ターニャです。どうぞよろしくお願いします。はい、ですね、不思議な魚の食べ方ということで、始めていきますけども、名古屋港水族館ではですね、ベルガたちにてはですね、どんな餌をあげているかというと、すべて冷凍の魚をですね、解凍して与えていますが、どんな種類かと言いますと、こちらですね、まずは下からこちら、この魚なんだか分かりますか？知ってますか？イワシじゃないですよ。はい、ニシンという魚です。はい、この魚の卵は数の子といって有名ですよね。はい、これ北の方で取れる魚です。そしてこちらですね、はい、これホッケと言います。ちょっとホッケにしてはですね、結構小さめのホッケなんですけど、よく開きなんかでですね、売られていますけど、こういった魚もあげています。で、こちらですね、これイカナゴと言います。北イカナゴと言うんですけどもね、はい、こういった魚もあげています。で、この魚はですね、ちょっと変わった習性があってですね、砂の中に潜って眠るという性質があるんですけども、そういったですね、魚たち、実はですね、イカナゴをですね、ベルガたちですね、好んで食べることが知られているわけなんですね。で、こちらですね、冷凍の魚を解凍して与えているわけなんですけども、なぜですね、新鮮な魚をあげないのか、実は理由があるんですね。何だか分かりますか？実は生の魚というのは、まあ、時々なんですけども、生きた寄生虫が入っていることがあります。それそのまま食べてしまうとですね、ベルガたちもですね、病気に侵されてしまってですね、大変なことになってしまいます。で、冷凍してしまうと、実は寄生虫の卵も、死んでしまうので、安全な餌を用意するという意味では、冷凍の餌をですね、与えているわけなんですね。
で餌としてですね与えるときにですね、実はメルカたちこれ丸ごとですね食べることができます。まあ飲み込むわけなんですね。なんですけども、この餌というのはご褒美です。ご褒美ですので、トレーニングをたくさんしてもらいたいときには実は切って与えます。ですから1日の量はですね、決められてはいるんですけども、たくさんですねトレーニングをしてもらいたいときには細かく切るわけなんですね。はい、そういったことでですね、しているわけなんです。で、先ほど紹介したこのイカナゴなんですけども、ベルガたちとてもですね好んで食べることを言いましたけども、ちょっとですね簡単にですねボードについてボードでですね説明していきたいと思います。ベルガたち、このイカナゴをたくさん、食べているのを知られてはいるんですけども、ただですね砂の中に住んでいるわけなんですね。はい、砂の中にたくさんのイカナゴ住んでいますけれども、砂の中なのでこのままではですねベルガたちこのイカナゴを食べることができないわけなんです。じゃあどうやって、このイカナゴをベルガたちが見つけて食べるのか、それがですね今日のですねイベントのテーマとなります。上からですね実験装置がですね、降りていきます。あれだよ、よく見てる。はい、上からですね、手作りの実験装置が降りてまいりました。このですね筒状になった部分、ちょっとそこの方にですね見えるかもしれませんけど、先ほど紹介しましたイカナゴが入っています。でもこのですね筒の口からかなり深いところに入っています。80センチぐらいですね。まあ、この距離をですね砂の障害と見立てて、じゃあこの底にあるイカナゴをベルガたちがどうやって食べるかというのをですね皆さんに見ていただきたいと思います。まず最初に来てくれるのは未来ですね。未来がこの筒の口に自分の口を突っ込んだ時、口元をよくご覧になっててください。いきますよ。はい、口を動かしてますが、はい、どうやって食べてますか。吸い込んで食べてますね。そうですね、はい、たくさん食べ過ぎちゃって今ですね口の中でもぐもぐしてますけれども、もう一回いきますよ。筒にですね、はい、入れて口をもぐもぐ動かしてます。わかりますかこれ。はい、実は吸ってるのとはまた違う行動をしていたわけなんですけどもね。はい、今です、わかりますか。実はこれですね水を拭いてそこにあるイカナゴを舞い上がらせて、近くに来たイカナゴをすかさず吸い込んで食べています。今吸い込みすぎて、あ、吹き出して一瞬出ちゃいましたけどもね。はい、未来ですね、たくさん食べてくれましたね。次はですね、じゃあターニャにこちらに来てもらいましょう。ターニャ、こっちの落ちてるやつ食べて、これ落ちてるやつ食べて、こっち、あ、そっち行きたい。あ、今分かりました。ちょっと空気を含んだ水がビュッと出てきたの分かりやすかったと思いますけど、今食べてますで今吹いてますで上上がってきたのをすかさず吸い込んで食べてます。はい、今吸い込みました。はい、先ほどですねちょっとここに注目って言ったあの唇の部分、柔らかい筋肉でできてると言いましたけども、この部分をですねすぼませて、まあ、あいうえおのうの形にすることができます。まあ、そうすると口がストロー状になるわけなんですね。でそこで舌を、前に押し出したり引っ込めたりすることで水を吸ったり吹き出したりすることができるわけなんですね。そうやってですね、岩の隙間やあるいは砂の中に隠れている生き物に、水を吹きかけて驚いて出てきたところをすかさず吸い込んで食べることができるわけなんですね。はい、上手にですね、リタオタも、イカナゴを食べてくれました。はい、でですね、じゃあどのくらいのですね、水吹きの威力があるかというのですね、未来にですね水吹きをですね見てもらいましょう。皆さん画像、画面をご覧ください。はい、今水を一生懸命吹いてくれてますけどもね、だいたいですね、はい、だんだんいいところに来てくれましたけども、1回に2リットルから3リットルものですね水を吹きかけてですね、飛ばすことができるわけなんですね。
スプリンクラーみたいにですね、こうやってですね、周りながら水も吹くこともできるわけなんですね。はい、よく見せてもらいます。でですね、不思議な魚の食べ方の、主なイベントとしてはこれで終了なんですけども、この水を吹く特技を利用しまして、今からですね、バブルリングを作ってもらいたいと思います。まず最初に来てくれるのは未来です。未来はですね、顔の前の前で、作ってくれるバブルリングをですね、見せてもらいましょう。はい、未来ですね、自分の吐いた、今鼻から鼻息を吐いたんですけども、それを吸ってですね、目の前に、壁に当ててリングを作ってくれますので、よくご覧ください。いくよ。せーの。あともう一回空気吸ってこようか。はい。見てくれ。今のは見なかったことにしてください。後で、種がやる種目です。あ、道具ですね、作ってくれたんですけども、これ指示を出したわけじゃないので、吹きません。いきますよ。せーの。はい。はい。未来。はい。そう。もう一回。はい、上手にできました。もう一回。見えた？はい。はい、上手です。はい、上手にですね、未来できましたので、返します。ちょっとなんか、餌まじりのちょっと汚いワンピングでしたけどね。はい。次はですね、じゃあ、タニアにですね、上からのリングを作ってもらいましょうかね。タニアですね、今、左の上にいますけども。はい、タニャー、あの、ですね、すいません、今ですね、上で自分で作ったんですけど崩しちゃったんですね。もう一回やってみましょう。いくよ、タニャー、タニャー、そう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 、パパ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 パ、すごい綺麗なです、すごい綺麗です、いいよ、行ってきて、もう一回、はい、すごい綺麗だったんですね。ちょっと写真撮れなかった方も多かったみたいなんで、もう一回やってみましょうかね。はい、結構ですね、単にあの位置からですね、リングを作ってくるのっていうのは最近ちょっと練習中でして、あんまりですね、うまくできなかったんですけど、今すごく綺麗にできました。はい、よー、そう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 、こっち来て、こっち来て、こっち来て、すっごい細いの見えますか？細すぎてちょっと写真に映らないという感じです。はい、上手でした。一貫返しますね。で、今度はですね、先ほど未来がちょっとバラしてしまったんですけども、鼻の頭から出すエンジェルリングをですね、ターニャにですね、出してもらいたいと思います。ターニャ、もう一回こっち。なんかもたーっとした感じできますね。あんまり行きたくないの。行くよ、タニア。せーの。はい。はい、こっち。ちょっと崩れちゃいました。ちょっと触って、触って、触って、触って。行くよ、せーの。はい。もう一回、下がって。行くよ。はい。はい。はい、上手。もうちょっと下がって。行くよ、せーの。はい。はい、なんか空気がなくなってきたんです、体も沈んできちゃったんです。はい、一旦空気吸ってこようか。はい、そう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 、いくよ、せーの、はい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 、もうなくなったの、あんまり吸ってこなかった。綺麗ですね。せーの、最後だよ、最後、最後。もうすごい吸いちゃった。一旦空気吸ってこようか、ごめん、ね。そこまでさせるなよって今目つきで上がっていきます。じゃあ最後ね、タニア、いくよ。せーの。はい。あー、綺麗ですね。
くよ。はい、上手にできました。こっちもやる？こっちでもやるの？あ、そう、こっちでもやる。せーの、はい、 OK ね。もうだいぶ息がなくなったので開会します。いいよ、はい、はい、上手にですね、エンジェルリングとバブルリングができましたね。それではですね、もう一度ですね、タンジャに来てもらって、皆さんにお別れのご挨拶をしたいと思います。今たくさんですね、餌をもらってるんですね。頑張ったねということで上で餌。はい、タンジャ、こっちだよ。もうめっちゃやる気ないみたいです。すっごくゆっくり来ます。野球がやるときはピャーって来るんですけどね、あんまりですね、ちょっとさっきエンジェルリングを頑張りさせすぎたんで、またやるのって感じで来てますけどね。大丈夫ではもうやらないからね。その代わりバイバイしてくれるかな。はい、バイバーイ。いろいろ言ってますけど、わかりますか？もう変えたい一心なんてだんだん見てます。しっかりですね、ご挨拶ができたところで、最後にですね、皆さんにご挨拶したいと思いますけどもね、ちょっと下下がってね、はい、そうそうそう、はい、最後までですね、このイベントをですね、見ていただきまして誠にありがとうございました。なんか早くしてよっていう感じで小刻みになってますけどね。はい、それではですね、このイベントを終わらせていただきます。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。いや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 、はい、上手。はい、バイバーイ。はい、この後もですね、生コスとかイベントたくさんございますので、ぜひですね、お楽しみください。名前を見分ける。あ、聞き分けてるっていう。あ、タンジャって言っても多分分かってないんだと思うんですけど、上からサインを出して下に行ってきてっていうので動いて、ここだよっていう挨拶。こっちから名前呼んで来てねっていうわけではない。はい。ですね。聞こえてるか聞こえてないかのはちょっと分かんないんですけど、ただこの音は。聞こえてると思う。はい。そうですね。インカムと上とでつながっているので、誰出しますっていうのが分かるんで、はい。で、こうやってやってます。そうですね。はい。そういう風なシステムにしてます。あ、いい。